はい、6月の26日日曜日、新聞コラムの音読を行います。我が国の標高、つまり土地の高さは、東京湾の海面を0メートルとして測る。海は絶えず動くので、高さ測量の基準となる1点が地上に固定された。明治24年のことという。日本水準原点と呼ばれ、国会前には内にある。東京都千代田区永田町1-1がその所在地と聞けば腑に落ちるものがある。一丁目一番地、目玉となる政党をそう呼んだのは、通産産業省かっこ現産業経済産業省が最初らしい。今は最優先事項の比喩として、政党や政治家が二言目にはこの表現を使う。安全保障、急激な物価高、少子化、教育、憲法改正、など。一丁目一番地は人それぞれに、それぞれとして、どの課題も下に置けぬこの参議院選である。候補者は目の高さをどこに合わせて真を問うか、有権者は政策や人物をどう見極めるか、目が問われる点でも変わらない。ロシアのウクライナ侵攻を4ヶ月を超えた。尖閣諸島や台湾を睨む中国も油断ならない。防衛費増額に理解を示す国民の声は音量を増し、岸田文雄首相は国政選挙の最中に欧州での首脳会議に出席する。一丁目一番地の下に位置をつけてもなお足りない。それほど環境整備に急を要するのが我が国の安全保障の現実だろう。ロシアを遮断することは、資源価格の高騰などの経済の痛みに耐えることでもある。自由と民主主義の旗を振る国々の一員として自覚も問われでよう。世界を意識せざるを得ないこの選挙である。国会の本会議場では当選回数の少ない議員が前から座り、後方の席を一丁目一番地と呼ぶという、前方の席を一丁目一番地と呼ぶという、誰もが通る道との意味か。こと選挙に関しては、新顔も中堅も古株もなすべきことは一つしかない。最優先事項を見誤らず国難に立ち向かう、その覚悟を示すことに尽きる。令和4年6月26日日曜日、三経名の音読を終わります。今日の表題は次のように決めました。今回の参議院選争点、海抜0メートル、標高、これは永田町の、永田町1-1にあるということ、ってなりますね。でも今回の参議院選挙、参議院っているんですかね、なんかそう思うんですけど。
以上です。ありがとうございました。